大橋正信のメインチャンネルということでですね、まあ、辞めた方がね、辞めたというか距離を置いちゃった方はね、まあ、新藤さんみたいにね倒産された方もいらっしゃいますし、はい、あとまあ鞍替えという方です。初期の段階でね鞍替えされた方が当選されたっていう方もね、おらっしゃいます、はい。まあ、先ほど の西東京市の富永さんとか、はい、あとまあ同じような感じで文京区の野口さんがね、当選されたっていうのがあるんですね。初期の本当初期の頃ですね、はい、確か彼も当選したと思いますので、はい、自民党だったんですね。そうですね、はい、富永さんも野口さんも自民党で当選されてますので、はい、まあ、その辺は、まあ、昔ながらのなんかあれでうまくねたのかな。でもあれか、はい、野口さんは確か地盤があるはずなんですよ、はい、確かなんか最初からもう自民党でっていう話だったらしいですね。なんで内から出たんだろうなってよく分かんなくて、だから枠がなかったのかっていう話も聞きましたけどね、当時ね、要するに公認がもらえなかった、聞いたけど、まあ、はいはい、たまたま NHK とかこう来てたので、はい、そこでまあね、まあ、立花さん公認は、ね、すぐに出してくれてたんで、そうですね、はい、まあ、当選だけはするだろうっていう彼もまあね、読んでたとは思うんですけどね、はい、結局この辺の方ぐらいなのかなって感じですかね、当選された方っていうのはね。と思いますね、はい。富永さんもあれですからね、西東京市の富永さんもその NHK 党さんで当選した時よりも票はなんだかんだ言って取ってましたから、ギリギリで当選じゃなかったですから、ね、はい、まあ、そういった票を取るってことはもうそれなりに活動してたんじゃないですかね。してたと思いますね、はい、駅とかではやってませんでしたけど、まあそれはねNHK 党時代の活動と同じようなことやってませんでしたけど、まあ、有権者に対してナイフで脅したんですかね。いや、そこは分かんないですけどね。分かりますね、このナイフネタ分かります。ちょっと分かります、はい、あ、本当すごいですね。分かります、すごいですね、当時の分かります、すごいな触れない人そうですか。いや、富永といえばナイフでしょ。いや、ナイフ富永ってあだ名がついてたぐらいですか。あ、そこはちょっと分かんなかったですね。あ、そうですか。そのあだ名は分かんなかったです。あ、本当ですか。それ抑えてるってすごいですね。まあ、どっちかっていうと僕はね、そっちよりも大橋さんにと電話をしてその号泣ネタをどっちかっていうと今思い出されて、それはどうですか。それ残ってんですか。いや、僕のアーカイブに残してあります。すごいっすね残しておきましたが、すごい。もう僕も全然ないですもん、その。ああ、そうですか。動画データ門外不出室にしてるんで誰も見せないにしてます。すごいっすね、はいはい、いや、いいっすよ、お分けしていただいて。いや、しないしないです。著作権大原 OK しますんで出してください。いや、もうね、出さないし、NK はね出すとね、もう僕も一時ね、だから4年前ですが、N 関係者じゃないかって言われた時があったんで、あったんですよ、あったんですよ。はい、これ喋るだけで言われちゃったんで、全然違いますよって言ってるんですけど。いや、ぜひこのタイミングでぜひナイフ富永を再考慮させてください。そうですか。まあ、ちなみにね、富永さんって方、民主党教師のね、まあ、今も議員さんやってますけど、はい、たまにですけど、本当にたまにですけど、FM 西東京だったかな、田無の駅のところに FM 西東京ってあるんですけど、はい、そちらにね、ゲストで呼ばれた時もあって、なんかね、その市議会議員のね、活動の話されてましたよね。そんなくだらない話してですか。してました。つまんねえ男だな、本当に。まあ、それはナイフコレクション出せばいろいろになったのに、まあ、定期的にそれはね、呼ばれちゃう、まあね、議員さん呼ばれるあれ、なんかコーナーだったんで、あ、そうなんですね。しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、たまたまね、僕も西東京、永井さんのね、あれで応援に入ってたところで。ああ、はいはいはい。でね、あ、そうか、そうなんだ。そこら辺をチェックさせていただいてるんですけど、選挙カーもね、でも富永さんはね、面白いのはね、あんまり駅で選挙カーね、回さなかったんですよ。なんか、多分ね、あれは、N 関係者がいたから多分来なかったと思うんですよ。あ、そうなんですか。そうです。ちょっとね、距離を置いてる感じしてたんで、ただちょっと、駅離れてるところにぐるぐる選挙カー。あ、そうなんですね。やつ堂々とやればいいと思ったんですけど、あれじゃちょっと危ないんじゃないかなと思ってましたけど、いやー、でも逆に取りましたからね。そこは大したもんだと。まあ、地元で、まあ、税理士かなんかのね、ご商売やられてたって、ね、ああ、そうですね、そのつてもあったと思うんで、ましてや公認取りましたから、早い段階から彼取ってました。なるほど。そこがね、うまくいきました。で、もうその田無はね、まあ、西東京市ですか、はい、
物の見事にね、まあ、政治家女子48の発祥の地と言っていいぐらいのところなんですけど、ああそうかそうか、そうなんですよ、そういうことですか、そうなんですよ、あなるほど、そこで僕もね結構ねあの研究させていただいたんで、大惨敗だったわけですねもう惨敗なんていうレベルじゃないですよ、じゃないですね、はい、まあいろいろね話題性も、ね、投げてたみたいですけど、もうちょっとね通用しないなっていうねあれありましたんで、はい、あのポスターをね、はい、ホリエモンの時みたいに3つを並べてやったとかやりましたけれども、で3枚並べたけど1人は男性だったみたいなね、あ感じらしいですね、うん、はい、その最下位の方でしたけどね、はい、うん、まあちょっとねあまり話題にもならなかったんですね、それね、でしょうね、選挙ポスターもね、はい、でなぜか夏目明さんのポスター買ってあったっていうねいうこともあったんですよ、そうなんですよ、意味は分かんない、でそれがね駅で言えばこのポスターだったけど向こう行くとね違うポスターだったみたいな、そういうね、いろいろ話題性多分狙ったと思うんですけど、はい、話題にもならなかったですね、箸にも棒にも変わらない、ね、そうですね、最終日なんかはもう本当に明るい時間で終わりにしちゃったみたいな感じ、政治家女子ですか、うん、もう演説も本当にそんな感じで終わりました、あ、そうなんですか、だからもう本当に、まあ、勝ちに行く選挙じゃなかったのかな、あ、全然そのつもりないと思いますよ、思いますね、でそこで何だっけな、一人そのね出てくださいって言われて出た人がキャンディーさんっていうとか、キャンディーさんっていう名前だったのかな、地元で歌手かなんかやられてる方だったんですけど、はい、まあ、本名は なんとか三井さんっつったかな、なんか忘れちゃいましたけど、あ、結構年配の方ですかね、そうですね、あ、はいはいはい、僕ぐらいの僕らのちょっと上からね、はい、うん、出ましたけど、はい、その方もなんか今回統一地方選挙で東久留米かなんかで、隣の町の東久留米かなんかで出る予定で公認1回もらったんだけど、はい、直前ぐらいになって辞退されちゃったってなりましたね、あ、そうなんですか、うん、1回出る予定だったらしい、まあ、いわゆる田無ってか西東京市はその名前売るために出るはい、で隣町だからまあ覚えてね、うん、って感じで、でもまあ何かあったのかどうか分かんないですけど辞退されてしまいました、ね、うん、まあ気持ちが離れてちゃったのかなっていう感じに僕は個人的には見ましたけどね、なるほど、うん、でもまあ、 あの明るい方だったんで頑張って活動すればまあね、あの他の政党から出るとかねすればいける方ではないかなって今後はね思ったんですけどね、うん、ちょっとキャラクター的にはちょっともったいないなって方でしたね、あ、そうなんですか、明るい方だったんで、まあ、どういう政策というか本人がどういう思いで選挙に関わろうとしてるのかって僕は分かんない、何とも言えないですけど、確かその最初なんか公認もらうとかこう、ね、手を挙げた時はあのなんか言ってたのは覚えてるんですけど、なんか地元の方なんで元々、はい、でもう地元でもう歌手活動をやってたってことなんで、なんか言ってたのをちょっと失念しちゃったんですけど言ってました確か、うん、あ、そうですね、うん、なんか抱負は語っていたんですけど、はい、うん、で結局はそこ3人ぐらい出てたんですよね、はい、でその3人の中でやっぱりそのキャンディーさんがちょっとだけ票取ったってことで終わっちゃったみたいな感じですね、でもちょっと多かったって言っても本当にちょっとね数票の話ですよね、あの確か供託金募集されたと思います、全部そうですよね、根こそぎ行かれたんですよね、でその最後の人は最下位の人はもう本当に何十何秒とか、はい、そのレベルだったので、はい、うん、でしたね、で今回西東京市は結局立候補者数が多かったんで、まあ、はいはいはい、それもあったと思うんですけど、ね、めちゃめちゃ多かったんですよ、はい、あの4年前の富永さんの選挙はそんなでもなかったんですけど、確かあの要するに、まあ、立花さんがあそこは簡単だよとかなんとか言い始めちゃってるから、そこでわーって、ね、あの単純に考えた人は来ちゃったみたいな感じで、うん、まあ、あのよくも悪くもそういった影響ってあると思いますよ、ね、ありました、僕、はい、ね、あの4年前も見てましたね、西東京市実は言うとね、はい、見てましたね、よくわかるんで、うん、まあ、本当によくも悪くもですけど、こう立候補するハードルを下げてたのは間違いないですね、下がりました、よくも悪くも、本当によくも悪くも下がりました、はい、あんなに僕今回4年あの、まあ、去年の12月ですけど選挙で西東京市で出るのかと思ったぐらいだったので、だから結構もう12月のその選挙期間ちょっと前とか選挙期間中すごかったですかね、応援が、応援がすごかったです、国政も来てましたし、蓮舫さんなんかもすごい入ってましたし、あ、そうなんですね、すごかったです、永井さんと蓮舫さんももう
もう本当バトルでしたから。なんで永井さんとね、まあ永井さんは直接やれなかったんですけど、小宮山さんって知ってますか？あのスマイルの。ああ、はい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 。小宮山さんが、永井さんの MC 担当で1週間入ってたんです。へぇー、そうなんですね。1週間手伝いでがっちり入ってたんですよ。へぇー。これが、もう12月なんで半袖みたいな、ピンクの半袖着てやってたみたいな。で、私声がでかいんで、はい、MC がやっぱ上手い、上手いとか、まあ、得意なんで、はいはいはい、で、もう本当にここが永井陣営、そっちが、もうその辺がもう道路1本挟んで、そっちが、あの、立憲民主の陣営ですって、はいはい、車でかいんですよ、立憲民主の方が。で、スピーカーもでかいし、はいはいはい、で普通だったら終わるまで遠慮するじゃないですか、はい、始めちゃってるんですよ立憲が。あ、なるほどね、うん、それで小宮山さんがもうちょっとふざけんなみたいな感じでこっちも大声でやってやるぞ、もう、うん、演説バトルみたいになっちゃって、うん、それ確か僕動画撮って残ってるかな、僕動画撮ってたん で、 そうです、ね、確か残ってたと思います、うん、あの田無の駅前ですね、確かに。すごかったですねバトルが。うん、人魚を通さないというか、うん、よくないですよね。あ、それはね、僕はあれはよくない、周りの人みんな言ってましたね、うんうん、順番あるでしょっつって、うんうん、ボリューム上げてきましたかね、それ蓮舫さんね。あれびっくりしましたよ。で小宮山さんも大声で言い始めましたからね。直接クレーム言いに行で言ってました、小宮山さんもマイクで。あ、マイクでか。マイクで言ってました。いや、直接言った方がいいんじゃないのっつって、でも言ってる間になんかもう先にも凍っちゃったんでみたいな感じになっちゃったんで。でもあれはでも逆に動画撮られちゃったんで、まあ、ある意味評判悪くなっちゃったなと思うんですね、うん、でもまあ蓮舫さんが応援していたその立憲の方もまあ当選にしたよって感じで、ね、うん、まあ、議会にいました。なるほど。あの、とにかく西東京市は、まあ、西東京の市の話になっちゃってますけど多かったです。何人かちょっと忘れちゃいました、多かったです、で結構ちょっと名前がある人が立候補しましたけど、はい、落選してますからね。あ、そうなんですか。あ、そうです。あの、例えばお笑いの島蔵 Z さんとか、トンネルズの皆様のおかげでしたに出てて、モノマネされる方はですね、あの錦織圭さん、テニスの名前とか、あと北斗の拳の剣士郎の真似とか、あと巨人の上原とか、うん、政治関係ではあの辻元清美さんの、まあ、誰変って、そうです、ね、あの人ですか。あの人です。あの人も立候補したんですよ。そうなんですか。島蔵 Z さんって言うんですけど、あの、まあ、普段はキャベツなんとかなんとかっていうコンビで2人でやってるんですけど、あ、キャベツか確認中。ああ、はい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 、立候補したんですよ島蔵 Z さん。そうなんですか、うん、僕お話ししてインタビューもちょっとしたんですけど、うん、まあ、吉本興業ですね、はい、で確かね選挙の1ヶ月、まあ、40日ぐらい前に出るってか活動し始めたんで、まあ、まあ4年前だったら5年前だったら受かったんでしょうけど、うん、ちょっと今回人数多すぎちゃって、うん、そうですね、埋もれちゃいますね、うん、当選ラインから3つぐらい下だったのかなっていう感じでした、ね、あ、でもそこまで行ったんですか。ました。やっぱり芸人魂強いですね。芸人魂発揮しましたね。1ヶ月間でそんなに取ったらすごいですよ。でもやっぱりあれじゃ受かんないなっていうのは僕も思ってましたね。ちょっと難しいんじゃないかって。あとはその先ほど、まあ、講演でお話ししたね、あの大沢みきおさん の、 あの東京16の党員の方で、あのシャークなんとかさんって覆面の方で、覆面レスラーの方でシャークなんとかさんって言うんですけど、その方も立候補されていて、うん、あの500票ぐらいかな取ったのが。あ、そうですか。で大沢みきおさんも応援に入ってるとか、著名人結構来られてて、もちろんあの立花さんも来てましたけど、うん、あの動画撮ってますけど僕ね。あの永井さんと握手してるとかありますけど。あ、そうなんですね、うん、とにかくいろんな、ね、西東京市は著名人来られて、もうあの5年前の選挙しか知らない方はね、あのもう西東京市はねポットではねもう無理ですよ。あのハード高相当上がっちゃったから。いや、でも西東京市に限らず、うん、あの全体的に基本的にやっぱり立候補者数増えてますよ。ああ、はい、うん、そういう感じます僕も、はい、うん、まあ場所によってはちょっとね地方に来るとね下がってくるところも逆にあるんですけど、そういう仮想エリアはあるんですけど、うん、基本的にはやっぱ増えてますよ。都心部とかちょっと人口多いところはなんかどっちかっていうとこうね増えちゃ逆に増えちゃってるって感じで、はい、
でもどういう日か埼玉の場合は県会議員の立候補者数が減っちゃってるというか、まあ、県会議員ですか。ええー、あの、もともと投票率が低いっていうのもあるんですけど、はいはいはい、無投票が今埼玉県の県会議員とか市長選多いんですよ。めちゃめちゃ増えちゃって。でもそれって逆に言うと、はい、もうガチガチで立候補したところでっていうのがあるから、ね、まあ、それもあると思いますけど、あとは僕の分析では、昔って当選しなくても必ず共産党って立候補してたじゃないですか。ああ、はいはいはい、はい、じゃもう明らかに誰、もう小学校だ中学生の僕が見ても共産党さん毎回出てて絶対当選しないでしょ、もう嫌がらせでやってるでしょみたいな感じででもそれがなんかもうここもう本当に8年ぐらい前からなくなっちゃったじゃないですか。そうなんですね、うん、今多分大橋さんも気づいてると思うんです。市長選とかも共産党さん嫌がらせって言ったらごめんなさいね、共産党さんね、必ず対抗馬で出なくなってきてるじゃないですか。それはあれなんですかね、うん、その野党としてのこうなんか調整してるんですかね。これはね、僕ちょっと、ね、ごめんなさいね、ちょっとね、共産党さんね、もう直接党員さんから聞いちゃったんだけど、はいはいはい、うん、ね、ちょっと情報流したような感じごめんね、玉がないんです。ああ、そうなんですか。玉がなくなっちゃってですね、玉切りです。そうなんだ。で出たとしてももう 写真から見ても、選挙のねポスターの写真から見てもおばあちゃんおじいちゃんだねっていう感じの方が増えちゃってる。今更ですか。うん、で立候補させたくてももういないし、立候補しても、うん、そういう方しかいない。まあ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 ってことで、で逆にね、そう、最初の方のねちょっとお話ししましたけど、日の出町の選挙ね、僕出まして、今回ちょっとね取材で日の出町ね8月行ったんですけど、日の出町に関しては共産党さん一人おらっしゃったんですけど、共産党さんみんな僕ね動画にちょっと言ったでしょ、共産党さん立候補しなかったから、うん、そうなんですね、うん、ここもねちょっとねごめんなさい間違ってたらねごめんなさいなんですけどね、玉がなかったんでしょ。へえ、用意できなかったんですね。うん、で今までの人がなんかちょっと調子悪かったのかな、具合悪かったのか分かんないですけど、んそんなにね思いっきりと年いった年齢じゃなかったんだけど、まあ60代70いくかいかないかぐらいの方だったんですけど、70ぐらいだったのかな、まあ、もう表明もしなかったということで。あ、そうですか。だからそこの票が丸々流れちゃったっていう。見ちゃったわけですね。流れちゃったんですね。へえ。まあ後継ぎもいなかったんですね。いなかったんですだから。ちょっと僕ねそういう動画ね実は一本撮ったんだけど、NG にしちゃったんだけど、日の出町に一本あげたでしょ動画見てる人、僕の動画ね、まあ大橋さんのあれでね今ね動画使ってますけど、びっくりした人が当選したでしょって。あ、そうなんですね。僕が動画ね、フレッシュな新人発掘つってね、やった人がね、当選しちゃったよね、あれね、びっくりしたでしょ、みんな、ね、あれ、補正が言ったから当選したんだろうってみんな言ってる人いるんですけど、そんな影響力あるんですか。実は言うと、はい、その流れちゃった票が、はい、まず、共産党の人は女性だったんですけど、はい、まあ、女性の方にね、女性票ってちょっと流れたみたいなんですけど、はい、女性ならそっちの方がいいって流れたのと、あとやっぱ若い人に当選してもらいたいっていう人も中にはいたんで、あ、いるでしょうね。で日の出町って若い人ほぼほぼいなかったんですよ。でフレッシュな新人って僕言ったら、それが一番最年少だったんですよ、はいはい、30 31歳だからそのぐらいの方だったんですけど、で新人が3人ぐらいいて、はい、もう一人が33歳ぐらいの人がいたんですけど、はい、ちょっとまあごめんなさいこれ見てたらね、ちょっとあんまりルックスがそんなに良くなかったんですよ。まあしゃあないですね、それはね。それはもう変えられないもんなんで、はい、ただ学歴とかいい人で、はい、まあ、真面目にやられてる方で、はい、うん、でね、やってたんですけど、でね、そのフレッシュな新人、僕取り上げたのは、取り上げ方は、本当にね、僕よく言われるんですよ、ちょっとごめんなさいね、まあ、実力で当選したんだけど、補正さんが言ったから当選したんでしょって言われるんですよ。もうこの新人3人さんはもう十何秒の差でだったんですよ。へえ、そうなんですよ。なるほど。十何秒とか30秒以内にもう入っちゃってるから。なるほど、激戦ですね。でこのフレッシュな新人の方がもうちょっとこれあとね選挙ね、ごめん、本当ごめんなさいね、後から結構周りから言われたんだけど、
あの人落ちると思ってたって一生懸命結構凍らしちゃったんです。本当ごめんなさい、それも言われた話だからしょうがないんだけど、しょうがないですよ、うん、はい、あの僕もね実は内心ね難しいと思ってたんです、ごめんね本当に。あ、それはしょうがないですよ。なぜかっていうと、もうこれ僕動画でちょっとだけ上げたけど、初日でポスター貼ってなかったでしょって。ああ、それで当選しましたか。初日ね、あの唯一その方だけね出遅れ、出遅れだったんですよ、ポスターの、はい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 、で全部貼り終えたのが選挙始まってな、町の選挙だから火曜日からスタートなんですけど、はい、火水木曜日でやっと貼り終わったからだったんで、たまたま一箇所だけ貼り忘れてるとかではなくて、じゃなかったんです。明らかに全体的に見ても遅いよって。ああ、そう、すごいな、それでよく当選しましたね。でまあ彼おそらく頑張ってドブ板はおそらく彼なりに多分やってたと思うんですよね、はい、うん、で多分最後の一押しが僕が取り上げたからだろう、多分言われちゃってるんですよ、ごめんなさい、本当にね自分実力だと思うんだけど言われちゃってるんですよ。だって2位との差がだって何秒、5秒ぐらい差だったでしょ、だって言われちゃってるんですよ。そうですね、小沢さんに足向けて寝られないですね。で僕ほら4年前出てたんで、うん、僕のあれ動画見た人多くて、なるほど、うん、結構ねクロートの人が僕の動画見るんですよ意外と、だからあれでしょ、あの日の出町から初めて都民ファースト出ましたけど、鈴木雅彦さんね、あの選挙、最終日だっけ土曜日だっけ、あのお会いしましたよね、なんかね、あの見てますよって来ましたけど。ああ、そうですか、すごいですね。で僕ね、もう鈴木さん言いますよ、動画さん、動画ね、あの前にもちょっとあの人返して言いましたけど、予想の表合ってたでしょ僕の。表面に当たったんですか。表面合ってたんです。で本人にも直接一回言いましたけど、真ん中ぐらいで当選するよってズバリ当たってたでしょ。本当に真ん中で当選しましたから。素晴らしいですね。地盤がないんですなんて言うけど、いやあなた商売日の出でやってるでしょって。何遠慮してんだよ。いやしこと言ってな。それはでも真ん中表面に当たってたでしょ。うん、すごいですね。あの応援もね、都民ファーストいっぱい入ってたんで、うん、まああの結構前から活動してたんで。なるほど、うんうん、まあ都民ファであれですね、うん、しかも一人ですよねきっとね。都民は一人です、うん、でまあまあ強いですよね、うん、で応援結構入ってたんで、まああの落選することは絶対ないって思ったんで、ただ表読み当たってたでしょ、どう当たったでしょ、うん、なるほど。でそのね、そのフレッシュな新人ポスター紹介したんでしょ、なんかスマホで撮ってるポスターだったでしょあれ。マジっすか。この辺のドットがちょっと画像荒いじゃんみたいな。あーすごいな、そのポスターですからね。当選したな、うん、ただね、あのお金のない人でもそうやってね、あの選挙できるんですよ、ちゃんと解説僕したでしょ、うん、あの4年前も僕お金なかったからね、あの僕セブンイレブンのコピー機使ったから聞いて、ね、あれ破れちゃって警察から電話来たから、ね、そういうレベルだったから。すごいっすね。逆に話題になっちゃったみたいな感じで。A4 ですか。A3 でギリギリまで伸ばしてやりましたからね。役場からも電話かかってきましたよ。おっさん電話あの破れちゃってるんで直してください、役場の前のポスター破れてますから、あのいたずらされてるって言われてますよって、いやごめんなさいあれ紙質悪いんですって。そうですよね。いや雨降ったらおしまいでしょ。そ雨、次の日雨降ったんです。最悪ね。それでね破れちゃったんです。逆にねでもそれであの町でそんなことがなかったんで、うん、であの居住条件がなかったんで、あの逆になんか話題になっちゃった。あ、なるほどなるほど。あれ誰補正屋さんって言われましたから。ああそういう、そういう感じの有名人なわけですね。なっちゃいましたね。でそれが解説してるんで、うん、フレッシュな新人が受かっちゃいました。多分本人もびっくりしてると思うんですよね。ああ、じゃあ今度お中元お世話をね送るわけなんですよ ね今度ね、あのよければねコラボ大丈夫ですからね。声かけてください。ああいいじゃないですか。ね、今度じゃあ市議会にじゃあ来てもらえばいいじゃないですか。来てくれる。まあ一応無所属ですからね。うん、じゃあ一応ね、あの僕の動画でも言っときますからね。よければ上げよう、ちょっと電車賃高いけど来てくれる。あ、ポスター貼り手伝ってよ今度。